はい、皆さんこんにちは、マンダリカルイシです、今回は信長の野望革新続きをプレイしていきたいと思います、対武田戦ある程度目処がつきつつあるということで、もう残された武田の城多くはないので武田は一旦放置、信長自らですね、毛利攻略戦の指揮を取っていきたいなとそのように考えています。まず目的にするのが鳥取城、姫路城、この2つになりますので、この辺りのね攻略をしっかりやっていきたいというふうに思います。では早速続きを進めていきましょう。方針で軍団の方針ですね、確認しておきます。信忠、姫路城攻略、信勝が御坊、信兼が鈴木になってますね。あとは正月で数を、しておきましょう。足りない人間にはしておきます。まあほぼほぼもうこの信長に逆らうような人間はいないんじゃないのというところはありますけどね。で、その他で言うと、そうだな、外政、協定、地図で、カクカクと結んでおきましょう。北陸。その他は、まあ、とにかくね、もう仲間を増やしていく。味方を増やしていく。それにつきますからね。そうか、内政、外交、このあたりができる武将も呼び寄せよう。まずは、政治。政治ができる武将。というところでは、そうだな、政治力が高い。真下長森でも呼んどく。あとは、知略。が高いものとしては、カズマスは置いておきたいので、純慶、ぐらいしかいないのか。まあ、しょうがないかな。あんまり武将引き抜きすぎてもね、しょうがないので。信長自ら兵を率いて出陣すると。いうそのタイミングを見計らっていきます。姫路城攻略なのかな。お、失敗している。マジか。ただ彼も大内家家臣とはなってますけど、統率、武勇、知略、政治、そのいずれも70に満たしていないので登用ができないね。で再び、協定結べるところとは結んでいきましょう。あんまり結んでくれる人もいないんだな。伊賀、他は東海の黒人衆ももちろん置いておきたいところではあるんですが、政治力だよね。やっぱ政治力。もう一度人材確認しよう。豊、一覧、政治、義明。誰もダメか。浪人は政治。一番高いやつでも69か。これだとちょっと使えないね。政治力の高い武将がやっぱり欲しいですね。
小山御坊の攻略が、信雄自ら大聖寺に入って兵力としては十分に整いつつありますね。一条、いやこいつひどいもんない。土佐一条基本大投手って入ってるけどさ、金貞、統率7、武勇3、ここまではいいんですよ。中には、知略政治がずば抜けて高くて、統率武勇がね、ちょっと低いっていうケースあるんですけど、彼の場合、政治29、知略4。アルメイダさんですね。ガルワリン法。まあ、ちょっとお金ないんでやめとこう。それよりも、人が戻ってきたはずなので、こっからは、ある程度、見越していこう。もう協定を結びまくる。まあ、原意の言うことなんで、そんなにむちゃくちゃ間違ったことは言わないはずなんですよ。こんなにさ、何も考えずに協定を結びまくっていいのかっていうのはありますけど、なんか物よこせって言うんだろう、どうせお前ら。さあ、そしたら、建設。もうないかな。観音寺。できるものないもんね。そうなると今度武将が余っちゃうね。集めたはいいものの。そうなれば、お金はともかく、牙と鉄砲を買っておきますか？刑事含めてね、この後出兵していきますんで。まあ、まずは、鳥取城かな。芝。奥州芝血統主。大阪冬の陣の際、浪人となって、京都に住んだと。まあ、登用するほどの人材ではないかな。では、まずは、どうしても喉から出る、喉から手が出るほど欲しい、鳥取城攻略を行いましょう。鳥取城に一式は出陣しないと。そういうこと？まあいい。であれば、信長自ら出陣する。刑事。騎馬。一覧。騎馬適正。遠藤。水野勝成。8000。これを先発隊としてまず鳥取城の近くまで入れます。それとは別に自動編成で、まあこの辺りは適当でいいでしょう。鉄砲隊、前進、さらに足軽隊13000。さてと、岩槻から辻ヶ崎館に向けて北条の軍勢、駿府から同じく辻ヶ崎館に軍勢。まあこれはどうだ。辻ヶ崎館7万、深志8万。これで守りきれるでしょう、余裕で。武田返還の使者勝頼か。まあここはじゃあ6万。いや待て、早打ち。何、武田もそれなりに家宝を増やしてるね。ではまず要請していきます。外交要請、家康
不可視の防衛、ダメ。高天神は、ダメ。駿府は、ダメ。何もしないな、こいつ。やってくれる。では、意識、妖精、鳥取城、八幡城、ダメだね。信長の意向が、ちゃんとさ、通じてるのかなって疑問に思っちゃうよね。さて、そしたら外政で、協定結んでいきましょう。チーズ。鳥取の黒人衆とは絶対に結びたい。他は？協定。チーズ。北陸の黒人衆とも結んでおこう。あ、待って、あとは技術だね。内政いけないの。内政足りない。兵器は？台車。兵器の機動力上げても微妙だよな。あとは、まあ、強いて言うなら、騎馬の適性を上げて、刑事無双にしてみたい気もしますけどね。刑事がもうわけわかめなことしてくれたな。さあ、鳥取城攻略に入りましょう。と思ったら、早速敵が撃って出てきたので、これを撃破していこう。花二体。小早川高景2万も来てるね。これらをうまく撃破できれば。いや、早すぎんだろう。警視の部隊の壊滅が。敵の方が早いな。返還の下、内藤正豊、これ条件提示6万の金で身代金ですね。小早川高景恐るべし。聞かないわ。混乱状態から出してくんないとさ、撤収しよう。いやー、さすが高影よ。強い。引かざるを得ないわ。いやー、だいぶ失ったね。特に失ったもので言うと、騎馬。これだいぶ失いましたね。買っていこう。金に物を言わせる。撤収しろ、超隊。だは、超が、我が娘超が捕獲された。やってくれるな。姫路城は攻略したので、そしたら方針、姫路城の攻略から信忠は攻略目標を鳥取に変えましょう。息子に託す。
状態がちゃんと帰ってくれればいいんだけどね。あーダメだな、ここで壊滅するね。誰がマシタン長森信孝も捕獲されたの。変換の使者ね、捕虜交換だろ、捕虜交換。まずはチョウちゃん、何につけてもチョウちゃん。金、信友の代わりには金をよこせ。いや毛利のさ金の量半端ないね、持ってるお金の量。さすがにこんだけ銀山持ってると毛利家の財力、頭一つ抜けてますね。まあ、ただ姫路城から鳥取城攻略は十分にできるでしょう。毛利からの返還の使者、返してくれ信孝を。よし、西国方針。イスパニアとはもうこれで全部、契約するべき内容は終わりましたね。言ったよね、イスパニア。西国方針。オランダ人と何かやるっていう、ランボーイとかちょっとやってもいいかなって感じするな。金。金でオランダ人の目をくらませよう。金はやっぱり毛利が頭一つ抜けてるね。兵糧がちょっと軍勢の割に少ないのが信長か。兵力70万と一つ抜けてるのにね。ここは要注意ですね。毛利の財力をちょっと削っていかないといけないかな。毛利の財力を削るにはやっぱり鳥取城なんだよね。岡山、僕のね母親が岡山あの出なんですよね。なんで子供の頃はよく岡山に行ってましたけど。すいません、ごめんなさい。さあどうしても岡山、いや違う、鳥取が欲しいな。弓木のさ一色毛は何やってんだよっていう圧力もうかけていった方がいいと思うんだけど、かけよう圧力。信長自ら行く、まあ失敗するんだけどね、この状態なんでやっても。援軍を出したいのは山々だが、東方にもその余裕がない。いやそれ嘘だろう、だって4万のさ軍勢入れてるよ弓木城に。それで何、信長の前でそんなこと言える。やってくれるなぁ。姫路に12万の軍勢が入ってるね。蘭方いい獲得。この辺りはサクサクいきますね。契約
オランダ。わー、ないか。もうイスパニアはいいので、そうすると貿易今すぐできるところで言うとミンダな。で、軍事出陣。信長自ら出陣しよう。どこを狙うかというと、意表をついて。下津井。で、信長。これに鉄砲隊を引き入らせて。行きましょう。鉄砲が876しかないんだ。それじゃあ話になんないな。本当になんで鉄砲がそんだけしかないの？もしかしてさ、騎馬鉄砲隊になってた？出陣したの。だとしたらすぐに戻そう。で、バイバイしよう。バイバイ。いや、鉄砲が本当に全然ないわ。買い漁ろう。鉄砲。あと内政の学者をちょっと立てていきたいな。もう一つぐらい直轄増やして、そこで一気に学者を立てていく必要があるね。ちょっと地図を見てどこが敵人か確認しよう。敵と接してないところがいいので、御所かな。御所直轄に入れましょうか。で、御所を、ベースに、ここに内政学者を大量に立てよう。で、御所に今全然人が入ってないんで、御所に人を入れる。呼び寄せ。一覧。観音寺に人が有り余っている感はあるけれども、観音寺はできるだけ人をいっぱい入れておきたい。大聖寺もむちゃくちゃ人いるなぁ。つつじが先やかた。まあ、前線にはこんだけ人いるよねっていうことで多分入れてるんですよね。鳥羽港。ここも戦える武将。長政、正則、義高。そうそうたる面々だな。となると、自然的にやっぱり観音寺から出さざるを得ないね。とはいえ観音寺も出せないよ。岸和田筒井。うわぁ、武将の数足りないな。ちょっと武将を雇おう。豊。思ったより、ちょっと武将が足りないので、そうだな、60、いずれかの能力が60だったら、ちょっともう雇っていく。まあ、あまりにも使えないやつは置いといてというのはもちろんありますけどね。浪人は？浪人の方がまだ期待できるでしょう。統率69か。浮田秀家いるじゃん。浮田秀家でも全然能力微妙だな。もうちょっとね、あってもいいかなという、気もするんですけど。まあ、こんなところかな。3人。3人確実に入ってくれれば、まあ、二条御所の運営は可能かな。まずは撤去していこう。
で、代わりに職人町。で、内政学者をね、ドカドカドカッと立てていきます。で、下対を落とす。さあ、では五章に人を入れていきましょう。人材から移動です。移動先は御所で一覧観音寺所属のもので和田、あとは桂田、この辺りを入れていきます。長政が入りましたね。黒田長政が。中国計略にあたってはやっぱり岡山、鳥取、この辺りをいかに段取りよく攻略するかだと思うんですけど、まあ一旦鳥取は失敗しましたからね。ただ姫路に14万なんで、さあ信長自ら出陣していきます。鉄砲を引いていきましょう。まずは野戦に引きずり出したいですよね。行くぞ。はい。さあこれで敵が出てきてくれるかどうかだな。下津には1000しかいないので、周辺の岡山、あるいは場合によっては鳥取城から増援が出てくる可能性があるので、その増援を信長刑事で、撃破していくというのが一番理想的な展開ですね。織田家包囲網が結成されたか。定期的に発足されるよね。我が領内に向かって出陣。さあまさに四方八方ですけど、敵が、敵部隊壊滅しました。信長どこにいるの。木曽の水軍と戦ってんのか。今ひねりつぶせ。捕らえられました。やってくれたな。敵部隊壊滅しました。蝶ちゃんは一旦返そう。敵部隊壊滅しました。敵が我が領内に向かって出陣。我が領内に向かって出陣しました。やってくれたな。敵が我が領内に向かって出陣。敵部隊壊滅。さあ各方面ちょっと戦線確認しておきましょう。まずは敵部隊壊滅。対上杉微妙だな。対武田前線筒子ヶ崎館、ここは守り堅い盤石ですね。信長も一旦騎乗させよう。このままだと危ない。退却。で、徳川との同盟がここで切れるとかありえんだろう。外交同盟家康なんて言ってくるかだな。
ちなみに他に同盟結んでくれそうなところあんの？あるよね、長宗我部。佐竹も結んでくれるんだ。まあでもこの辺りはいいかな。遠すぎるんであまり同盟を結ぶ意味がないので。味方部隊壊滅。綾殿結構顔好きなんだけどな。あんま引き渡しましょう。綾殿は長宗我部との同盟が失敗してる。高天神がどうなの？これ落としきれないか。落としきれませんでしたね。高天神いけるかなと思ったんですけど。あとは家康に造園が出ればね、落とせなくはないのかなとは思うんですけど、まあ、家康自ら出陣してるね。完全に重なっちゃってるんで見づらいですけど、なんでこれで高天神が落ちれば家康が武田を一つ圧迫してくれるってことになるんだけど、どう？落ちないね。馬場信晴が先に来るか。いやでもこれ武田軍これで高天神守りきれなかったら結構痛手なんじゃない？他は動きないね。この信長の圧倒的な兵力の前に曹操は兵を繰り出しては来れないでしょう。よし、高天神は家康、徳川が取りましたね。となると駿府も時間の問題かな、落ちるのは。とすれば、つつじが先館、深市城が安泰になるので、安心材料が増えますね。早速、駿府に向けて、家康と忠勝が出陣してるわ。抜け目がないね。まあ、駿府、これ、守れる兵はいないからね。まあ、実質この駿府と高天神は信長が家康に取らせたようなものですよね。まあそれでも一応北条が援軍で来ると駿府は早々は落ちないか。一旦駿府は守りきりましたね。まあ高天神を守るのがやっとかな。武田、あるいは北条から。お、島津と毛利が合戦始めてるじゃないか、よく見ると。これそうだよね、鳥取城攻略の後期だよね。さすがよ。誰？指揮官細川忠興、浮田、あとは堀秀政、半兵衛、この辺りが出陣してるので、まあ間違いなく取るな。鳥取城は、鳥取城を取れば銀山がいくつも手に入るので潤うね。斎藤利光、前田利家、あっという間に鳥取城取ったね。こうなると早いよ本当に。信忠の攻略目標は続いて、じゃあ岡山城にしましょう。まあ小さい城なんかどうでもいいので大きい城を取っていきます。
まあ、中国計略がどんどん進んでいってますが、寿命延長。これで反米の寿命を延長しよう。早速、銃。一覧。統率むちゃくちゃ高いですからね、反米。102。デフォでこれですからね、デフォで。それでは、早速、一緒大前。これで、反米の寿命を延長する。反米を長生きしてくれ。ということですね。では、時間もいい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きプレイしていきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。